前ずっとそこでやって何しとんねんお前。お前ソファーの上でしかお前の場所ないんかこの家。毎回その場ないんか。いえ、そりゃそうやろお前。最近だらけすぎやお前。ということで今回お前のために準備したものがある。またに前陸上競技場。お前が今まで手にしたかったにもかかわらず手にできんかった素晴らしいものを今日持ってきたから。流しそうめん装置。じゃあ呼ぶで。よ、え、ね、人、え、今日はこういう方々をお呼びいたしました。方々。はい、どうぞ。これがコミュ障のお前を改善するために読んだ女の人たち。いや、ツッコミところいろいろありすぎやろこれ。てか、な、ん？ん？これは俺の友達の友達の友達だったもんな。ネットワークすごないよお前。俺マジで友達、俺 LINE の友達800人いるんよ。ちょっと気になるって 2点目っていい？はい。この T シャツなんなんっていう。なんで俺なんっていう。俺がみんなに花尾っていう人がいるっていうことを紹介してあげたい、みんなそもそも。あ、はじめまして花尾です。その T シャツに書かれている著作権僕です。え、出ないやったっけ。今からこの用意した女の子たちと仲良くなって、で、口説いてもらって、まあ連絡先を聞いてもらう。で、それができるまでこの部屋から出んな。ごめんなさい、はい、お前とここで会話のキャッチボールしてるせいでこの方々がテニスコートのあれに。じゃあ今からスタートや。あ、そんな感じ。じゃあ今からそんな感じでも、はい、でもお前それやるまで部屋出れへんから。じゃあマジで言ってる。え、なんかまあお茶とかありますけど、こんだけしかないですけど。みんなで分けます。あ、でもまずちょっとお座りになってください。ちょっととりあえず。あ、ちょっとやべえなこれ。ちょっと、え、俺どうしようマジで。これこれエグいっすね、この空気マジで。え、お名前聞いていいですか。うのです、よろしくお願いします。うのさん。えりです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、パプリカソースマイカです、お願いします。絶滅危惧種ですか。そうです。はるなです。ゆきです。あまなです。みなみです。みみです。よろしくお願いします。まなです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、何するとかあれですよね。僕がやっぱ喋らないとダメなんですかねこれ。出川さん、ちょ、ほんま無理。ちょっとこれあかん。ジャスティン・ビーバー入ってるから俺。え、なんで。あー、一旦ちょっと女の子ら顔やばいんやけど。やばい、この空気耐えられへん。とりあえずえ、ちょっとどうしたお前。お前これ、やっぱ9対1みたいな構図やから。いや、そうさ、ほんまやばいよお前これ。いや、マジで、お前これ、マジこっち来てみ。エグいから、ほんまに。まあ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 、エグいから俺こっちおんねんけど。俺この映像ずるいで、お前バレーボールチームのお前団長みたいになってるし、集合写真みたいになってるもんね、お前。ママさんバレーの。じゃあお前に今度次全員1対1で喋るっていうのをやってもらおう。そっちの方が。あ、1対1ね。そう、マンツーなら俺だってね、まだいけるよ、まだ。俺ちょっと今見てて勝負できるよ。このままじゃ連絡先どころじゃないって。いや、どころじゃない、もう。はい、どうも、花尾です。現状、めっちゃ取り乱してます、めっちゃ取り乱してます、今。女の子の会話でどうしたらいいんか、復習を兼ねて、一旦ノエリンに電話しよう。ノエリン。はい。女の子と喋ってて、どうやったら仲良くなれますかね。女の子とどうやったら、相手の話を聞いてあげるとかって、うん。相手の話を聞く。はい。そんなん簡単だよね。余裕だね。他は他、うん、欲しいもの買ってあげたらどうですか。逆にちょろいけど、逆にちょろいよ、それ。
じゃあそれを参考にやってみます。はい。あ、じゃあどうぞ。失礼します。失礼します。あ、4分測ります。はい、4分測ります。花子ってほんまに女の子と2人で話すとか結構苦手やから、どうするんやろこの4分間。え、なんか話したいことありますか？話したいこと、逆にありますか？逆にですか？はい、聞いてくれるんですか？はい。出身はどこですか？高知県です。高知県、はい、なるほど。ちょっと待ってくださいね。全然話が進まないっていう。朝はお米派かパン派どっちですか？パン派です。あ、そうなんですか。パンのいいところはどんなところなんですか？パンのいいところは特にない。特にないけどパン派。ごめんなさい、ごめんなさい。なるほどなるほど。特にないです、はい、特にない。米のいいところは美味しいとこです。いやです。あの、結構天然なんですからね。天然じゃないです。マジきつい。正座してると会話がちょっとやりにくいんで、ちょっとラグな感じでちょっとチャラ男を意識してやってみたいと思います。次は、はい。あ、じゃあ次の方お願いします。面接か、お前。あ、こんにちは。こんにちは。張り詰めた弓の。いいっすね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。はるなです。あ、はるなさん。はい。はるなさん。はるなです。はい、書いておきます。はるなさん。同い年って聞いたんです。あ、そうなんですか。それは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 。それはそれは。ってことは、じゃあ、世代系の会話ができるということですよね。ってことは。世代といえば、なんか、あ、幼虫検査とか、ちょっとツイッターで話題になってましたね。今マジでやばいやろ。シールのタイプのあの的、ここで行中検査みたいなやつするやつや。あ、すごい喜んでくれてる今。いや、喜んでないです。何の話してんの初対面の人と。マジがあるんですけど。あ、どうぞ。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、もうちょっとあの将棋を指すぐらいの距離感でいきましょう。はい。じゃあ行きます。僕から。一旦ここで回避しておきます、ね、すいません。何を話してんのこいつら。参りました。あ、マジか。俺これで3分耐えしとこうと思ったのに、これこれで3分間ちょっと終わらせたらと思った。こんにちは。こんにちは。あ、本日はどのようなご用件でしょう。私、ご用件があるって言われてきたんですけど。あ、逆に、すいません、はい、そうなんです。はい、どういうご用件でしょうか。あ、よくぞ聞いてくださいました。はい。なんか気になるニュースとかありますか、最近。腹立つことあかん、言うて、あかんかしら。大丈夫です、まあ、あかんかったらカットするんで、はい、逆に盛り上がってるよ。あ、そうなんですか。はい。え、ピーマンとかは好きですか。あ、食べ物はね。プチトマト食べれます。あ、食べます、食べます。そうなんですか、はい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 、僕プチトマトめちゃくちゃ嫌いなんですよ。なんであんな可愛いの嫌いなんですか。いや、いや、プチトマトに見た目可愛いじゃないですか。あ、顔似てる。トマト食べれてプチトマト食べられないっていう人初めて聞きました。え、本当ですか。結構いますよ、はい、でも実はこの世の中の、あ、そうですか。ほんやっぱり変わってはるわ。京都出身ですか。いいえ、違うんですか。はるわって京都の京都弁なんですよ。はい、というわけで一旦10名ぐらいのね、あの女性の方と一対一でお話しさせてもらったんですけども、編集でもご覧の通り、皆さん今頃俺のことを嘲笑っているだろう。確かに会話のキャッチボールっていうけどさ、会話のベースボールやったらさ、打たせないっていうことが大事なんで、逆に質問して返ってこない方が逆に有能な球なんじゃないか説っていうのを今思いついたんで、そっちで攻めます。はい。いや、お前マジできついからこれ。9分と話してたけども、まあ、モニタリングしましたけど、
わかるけど、あの気持ち。ほんま恨んでるから、お前、俺これ行中はあかん。いや、おい、ほんま必死に探したよ、俺。ということで、ちょっとこのままじゃ終われないんで、5-5 ぐらいで、だから半分の、ちょっと人数下げるけど1-1じゃないっていう、そのいい塩梅攻めたらもうちょっと会話弾むんじゃないかって俺思ったから、一旦5人入れるわ、ここに5人。いや、でもさ、看板ね、お前顔やから、花尾チャンネルは。それが、全然喋れへんってのはどういうことやってことや、俺が言いたいのは。カメラの前で、いいじゃん。じゃあ呼びまーす。はい、じゃあ呼びまーす。はい、女の子どうぞ。あ、もう慣れた、そこはもう過去問通り慣れた。過去問で慣れてる、はい、もうなんか、その威圧感はマジで、初手でビビらしてくる。目つき、なんなんすか、目つき。目つきが逆にちょっと狙われてるかみたいな。よし、じゃあ合コンの始まりだー。イエーイ。じゃあ親の人が、うん、じゃあ全員の名前を言うっていうことにしましょう。いや、覚えるのが苦手だからよう覚えるのに。僕の名前わかりますか？あ、マスオじゃなかった。はい、お疲れでーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いやー、1年分の会話をしました、今日で。こうやって言うてそんな喋ってへんかったけど。はい、じゃあどうでした、花尾さん。いや、本当にね、誠に無念の思いでいっぱいでございます。皆さんね、上でもさ、感想戦あったんですけど、それマジ聞きたくないから。いや、そのレベルで感想戦あったんですけど、ちゃんと連絡先、まあ渡してもいいかなって人いたんで、何人か。マジっすか。何人かいたんで。マジ、ちょろない、ちょろないっていう、逆に希望見えてきたよ。いや、でも何個かほんまにひどかった会話があったんですよね、ほんまに。これ行中がナンバーワンかな。あ、行中ね。行中の会話ナンバーワンかな。もうちょっとなんかあった気がするけどな。いや、子供の頃流行った曲とかさ。いやー、そうなんです。そっち、あ、そっち系ね。そっち系もあるよ。俺、J と番組とか。俺、J-POP 飛ばしていきなりクイーン入ったからさ、俺、小3で。俺、小3で I was born to love you 聞いたから。めっちゃ笑ってくる。それ話したらこの笑いと思った。あー、ごめんなさい。これ話したら、それなんかだから思考力低下してるからないやつだから、ほんまに。まあ、てことで、この中の10人の方のうちのね、3人はなんと連絡先を交換してもいいっていう話になったんですよ。誠にありがとうございます。まあ、ただお前に当ててもらうんやけど、だから一旦アピールしてもらってちょっとヒントを出すって感じで、この女の子たち10人に1人何、まあ、30秒から1分ぐらいでアピールしてもらうことになる、はい、なるほど。それを見て、はい、最終判断。なるほどなるほど、してください。わかりました。あ、そういう方もいるんだな。確かに、そういうことをしっかり見抜いてください。逆に連絡先教えへん人なんなんみたいな。逆にだって、そんなもったいぶるもんちゃうやんみたいな。じゃあアピールタイムに移りますか。はい、わかりました。じゃあぜひアピールお願いします。はい。では一人目どうぞ。テレレン。お話をしていて、あ、はい、お友達になりたいと思いました。あの日のかな、シミさえ。お、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。お、去り際早かったでしょ、今。去り際早い子って緊張してるってことなんで、ちょっと気あるよね。同い年フェチで。ああ、嘘くさ。いや、どうでした？おって。あ、え、あ、ええー。Give me chocolate. No. You go give me chocolate. おお。なるほど。こんなに喋りにくくて会話続かない人が初めてだったんですけど。まあ、この変な顔も可愛いなって思えてきました。おどうして見たらいいんですか。まずね、やっぱスマホっていうのは分かりますか。あ、それ持ってます。それをですね、なんかまあアプリっていうのね、アプリケーションっていうのがあるんですけども、それをね、ダウンロードするでしょ。はいはいはい。私の好きなタイプが、はい、賢くて、はい、で素直で、はい、で無邪気な人が好きで、はい、そういう人大好きで、はい、だからウームさんから連絡をいただいてきたんですけど、なるほど、はい、
と思って、はいはい、めっちゃ嬉しくて、あの連絡先交換したいなって本当に思ってきたんです。あ、なるほど。マナさん、マナさんはね、いや、あれで嘘やったらほんまもう俺マジで女性嫌いになるんで、ちょっとほんまでも、いやもうなんか説得力あったよね、やっぱ最後のは。じゃあすいません、お疲れ様でした。今日はお疲れ様でした。まあ、僕ちょっとモニタリングしててちょっと相当見てられなかったんですけどまずどうでした、なんか普通の感想。大丈夫かなと思ってでもなんかあんまり言ったらかわいそうと思って、あんまり何も言わないようにしてました。ああ、なるほど。ってことはもうその一言が全てですよねもうその一言が全てですよねでも連絡先は割と交換したい、はい、お、もしそれ立候補される方いたらぜひ理由が欲しいっていう。私クイズノックのナイスガイが好きなんですけど、はい、それが欲しいなっていや、あれで嘘やったらほんまもう俺マジで女性嫌いになるんで、それあの終わったって言ってくださいね、それバッて めっちゃ面白いんですそれああやばい、愛の人が7割ぐらいおるえ、ほんま分からんこれ。はい、ということで、はい、いろいろありましたけども、真野さんには今からこの中で3人の方を、はい、選んでもらってマッチング、マッチングねマッチングしたら連絡先交換というあのリアルマッチング、リアルマッチングアプリしてますよ現状それだ、ほんまこれで違ったら人間不信になるっていうレベルで迷ってるんですよほんまに。はい、じゃあ1人目、まず一番アピールが強烈だった方。はい、まず1人目はロジカル的だった方を選びたいと思います。はい、その方は、その方はマナさんでございますあのすぐ動機がすごい、あの起承転結がしっかりしておられてボリュームもハキハキされてたので、じゃあ、はい、花尾が連絡先を聞いても教えてくれるだろう人はマナさんです。お願いします。お願いします。おーびしょびしょえ、なんでなんで、びしょびしょなんでこの人なんやと思ったの。だからなんか賢くて素直でみたいな、なんか熱弁されたんですよ。はいはいはい、それで俺なんかいつもはぁ、あ、みたいなそれめっちゃ調子乗りたくてあ、これ来てるわみたいな感じになったんですで、まあこれしかないということで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと本人からなんでそうなったかっていう。ああ、でもなんかまあ言って、あ、もうここで言っちゃっていいですか。理由、そう、私そのさっきも言ってたけど賢くて無邪気で素直な人が好きってさっきも言ってたんですけど、花尾さんと仲良くなれたらクイズノックのナイスガイさんと繋いでほしいんですそうだね俺泣きそう、ちょっと俺なんかちょっとな、なんかうまくいことがうまくいきすぎて泣きそうなって俺途中ほんまにすごい直接リップ送れやクレーマーなんですよ。クレーマー扱いですよ、これ、ちょっと。まだチャンス、まだ2枚ある。まだ2枚、そう、まだ2枚あるよ。まだ2枚チャンスある。あなたはもういいです。もういいです、あなたはもう。でも、初っ端から女性恐怖症だよ、もう。だからもう。初手で。つか、だってもう、うまかったって言って。うまかった。ほんまなんやもん、だって、その思いが。賢くてとかはほんまなんやもん、だって、多分。一言も、花尾さんがって言ってないんです。これでも、なんかうまくいってほしいなと
はい、じゃあ次、はい、選びます。はい。これ、ゆきちゃんはでも選びたいところなんですよね。はいはい。でも、これで違ったらまた怖い。あ、そのやっぱ、それぐらいやっぱ、まださんに俺はもう、スターボールにされた。はい、じゃあ、参りました。ゆきさん、だと思います。お願いします。ごめんなさい。おい、シンプルなやつ俺と将棋したいでしょあれか、あの感じはどうだったんでしょうかね。やっぱり私だけ最後まで名前を覚えていただけなかったので本当申し訳ないそれはこっちの日やわ。いや、まだ1枚あるからね。そうですね。でも最終もう切り札なんで、はい、どうぞお願いします。ゆめさんあなたしかいませんよ包容力に満ち溢れていて、はい、もう俺の話を聞いてくれてもう最後の拠り所はもう拠り所、はいはい、もうねねさんです。ねねさん、あなたなら連絡先を教えてくれると思います。お願いしますどっち今お化けやったけど今なんすか今ちょっと冷たい手やわと思って温めてあげる。ああありがとうございますで、返事は OK。 ああありがとうございます。やったー、よかったよかった、ここに行っちゃうね。よかった。まあ今回はですね、まあなんでこんなね大量の美女さんが来られたかっていうとですね、これはですね、あのアップティーというね、オリジナル T シャツを作ってる、まあ、サービスがあるんですけども、まあ、そちらの方の、まあ、ご協力で実現するに至りましたということで本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、こちらのアップティーはですね無料のデザインツールでございましてですね、うん、まあ、1枚からでも送料が無料で、作ることができてですね、まあ、自分用のオリジナル T シャツとか、まあ、あるいはサークルとかクラスのね団体で T シャツを作りたいなんていう時はぜひね、ご活用してみてください。これ何分くらいで作ったってこれ多分まあ3分ぐらいかな。あ、まあ3分めちゃくちゃ多分短時間、もうめちゃくちゃ短時間でピューってやったら作れました、はい、まあ、簡単に作れるということなんでね、はい、皆さんぜひぜひ作ってみてください、概要欄にね下に多分リンクあると思うんでよかったら飛んでみてください。はい、はい、ということで、はい、今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。